国道201号は、福岡県福岡市から同県京都郡神田町に、至る一般国道である。福岡県内を東西に伸びる国道で、福岡市、飯塚市、田川市、行橋市などの県内の主要都市を通る。その多くが、筑豊地方の内陸部を通るため、柳山峠、唐蘇峠、中愛峠などの峠道を越える区間がある。筑豊と他地域を結ぶ路線であるため、 山間部の区間が多いにもかかわらず、交通量は多く、大型車の通行も非常に多い。なお冬場は積雪による路面凍結などで、チェーン規制などの規制が出る場合もあり、特に峠の区間では注意が必要である。筑豊ガラスを峠に振動トンネルが完成し、二千九年三月二十二日より共用されたことにより、バイパスとトンネルにより峠越えをせずとも、 全線走破できるようになった。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、現行の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。国道指定当初から、福岡行橋線の路線名が付与され、道路改良による、小変更以外の大幅な経路変更は、長年なされなかったが、 1993年に終点で接続する国道10号の原道が、行橋バイパスとなることに伴い、旧道に当たる区間の一部を国道201号として延伸することで、終点一の所属自治体が行橋市から京都郡神田町となった。起点2010年2月22日福岡県道607号。 福岡笹栗線が国道指定から外れるまでは1990年10月に全線開通していた福岡市東区松島から福岡県か谷郡笹栗町笹栗までの区間が国道201号福岡東バイパスと呼称されていたか谷郡笹栗町飯塚市弁文太川郡糸田町のバイパス八木山峠を越える 13.3km の 八木山バイパスは1985年に日本道路公団の管理する一般有料道路として供用開始。カラソ峠を越える 9.7km の飯塚省内田川バイパスは2003年から順次供用され、2009年の地区法、カラソトンネル完成により全線開通した。これにより福岡市方面から田川市方面までバイパスが直通し、 特に降雨や降雪による峠道の通行止めの恐れが減少した。八木山バイパスの起点及び飯塚省内、田川バイパスの終点は国道201号限度に接続しており、経路が重複している。両バイパスの境界である飯塚市弁分で国道200号に接続しており、八木山峠を限度、カラスオ峠をバイパス利用する際は国道2 0号により接続している。 2014年10月1日、八木山バイパスが、召喚期間満了に伴い無料化され、西日本高速道路から、国土交通省に移管された、行橋インター関連は、行橋潮技吉国から、京都郡神奈町大技二崎に至る延長 4.5km のバイパス道路である、行橋大技基地国で、接続予定の東九州自動車道の、行橋 2014年3月9日、暫定に車線で全線開通した、トンネル、編集道の駅、編集角、峠では雨量により次の交通規制が行われる。福岡市、か谷郡、編集八木山、峠手前の旧道、笹栗町南造院付近東区南部の松島交差点が起点で、道交差点から通信する。起点から福岡インターチェンジまでは、 都市高速4号線の下を通り、か谷町の北側を抜けてゆく。福岡インターチェンジを通り、九州自動車道と、県道35号線をくぐり抜け笹栗町に入り、笹栗町中心部の北側を経て、八木山バイパスと旧道との分岐点を通る。旧道はバイパスとの分岐点から先は4車線から2、車線となる。笹栗四国88カ所の一番霊場である、南クラインを過ぎ、 八木山峠に入ると急勾配と急カーブが連続する。バイパスは八木山峠の南側を通る。飯塚市、編集急道は八木山峠を登る途中で飯塚市に入り、八木山集落を抜けて峠道を降り、飯塚市街地に入る。新飯塚橋で恩賀川を越え、地区法緑地を通りカラソ峠の途中で糸田町に入る。八木山バイパスの終点は、 飯塚市街地の南側にあるバイパス入り口交差点でそのまま直進すると飯塚省内田川バイパスに入るカラス峠の南側の地区方ガラスをトンネル内に飯塚市と糸戸田町の境界がある田川市、田川郡、編集急道は糸戸田町に入りガラスを峠を下る飯塚省内田川バイパスは地区方ガラスをトンネル内で糸戸田町に入り峠の南側を直進する 糸田町の南西部にある交差点で旧道とバイパスが合流し、そのすぐ先で田川市に入る。田川市内からは4車線となり、田川市行き北側と河原町中心部を抜け、岩原口交差点を右折して東進する。岩原口交差点からは再び2車線となる。道の駅からの先の新鍮愛トンネル内に、河原町と宮古町の町境がある。京都郡、行橋市、 編集新中愛トンネルを抜けて、宮古町に入る。宮古町の中心部を通り、行橋市に入る。東九州自動車道の行橋インターチェンジを通り、行橋市北端部の行事交差点で左折して北進し、神田町に入り約400メートルほど進んだ場所にある、二崎交差点が終点となる。ありがとうございます。